図書館戦争、図書館戦争、図書館戦争シリーズは、有川博士の小説。イラストはあだばなす雲。2008年、第39回生運賞日本、長編作品部門受賞。シリーズは、図書館、戦争。2006年2月、図書館内乱、図書館内乱。2006年9月、図書館危機、図書館危機。2007年2月、図書館革命。 図書館革命2007年11月の全4巻で構成される。単行本はアスキーメディアワークスから出版され、角川文庫版が発刊されている。ここではスピンオフ小説をはじめとする派生作品の一部、漫画、テレビアニメ、劇場アニメについても扱う。実写化作品については図書館戦争を参照。架空の法律が社会に 重大な影響を与えていることから、パラレルワールドやディストピアの世界を描いた SF 小説にも分類される。主人公の成長と恋愛模様を描いた恋愛小説の要素も含まれている。舞台は2019年の架空日本となる。高校3年生の時に出会った一人の図書隊員に憧れて図書隊入隊を志した少女笠原薫。 ストーリーはメディアの自由をめぐる人々の戦いを通しながら、陸の成長と恋愛を描く。本編シリーズ全4巻と、外伝シリーズ、別冊図書館戦争全2巻からなる。シリーズ第一作目である図書館戦争は、本の雑誌が選ぶ2006年、上半期エンターテイメント第1位、2007年本屋、大正第5位に入賞し、シリーズとしては2008年に、 第39回声雲賞日本長編作品部門を受賞。アニメ版が第40回声雲賞メディア部門の参考候補作となった。累計発行部数は2015年10月時点で600万部を突破している。メディア展開も多岐にわたり、漫画版が奈良2007年11月号から弓黄色によって、 月刊コミック電撃内容でも2008年1月号からフルドリアヨイによって連載された。2008年4月からプロダクション IG 制作のテレビアニメ版がフジテレビのノイタミナ枠で放送されるとともに同月からアニメキャストが出演するウェブラジオ配信。2012年6月に続編となるアニメーション映画が公開されたほか2013年4月に 実写映画が公開され、その続編映画とテレビドラマが2015年10月に公開された。本シリーズ第5作目である、別冊図書館戦争、愛は、文芸史ダ、ダヴィンチ2009年1月号におけるダ、ダヴィンチブック・オブ・ザ・イヤー2008恋愛小説部門で第1位に入賞した。さらに、同志2009年5月号の、有川博士徹底特集における、 アリカワワールドなんでもランキングの好きな作品ベスト10では第1位の図書館戦争をはじめ第3位に別冊図書館戦争 I、第5位に図書館革命第8位に別冊図書館戦争 E がそれぞれランクインしている2015年にはシリーズ全体として第1回すごいジャパンアワードのエンタメ小説部門1位を獲得した2011年に 角川文庫から DVD 封入特典の短編5編と書き下ろし一編を収録した各シリーズの文庫本が発売された。また、2015年には実写映画2作目の公開記念に書き下ろし小説一編を手掛けている。1988年、公場良俗を生み出し、人権を侵害する表現を規制するためのメディア量解法が制定される。法の施行に伴い、 メディアへの監視権を持つメディア了解委員会が発足し、不適切とされたあらゆる創作物は、その執行機関である了化特務機関、メディア了解隊による検閲を受けていた。この執行が妨害される際には、武力制圧も行われるという行き過ぎた内容で、あ、情報が制限され自由が侵されつつある中、弾圧に対抗した存在が図書館だった。 実質的検閲の強行に対し、図書館法に則る公共図書館は、図書館の自由に関する宣言をもとに、図書館の自由法を制定。あくまでその役割と本の自由を守るべく、やがて図書館は自主防衛の道へと突き進んだ。これ以降、図書体と両家特務機関との長きにわたる構想に突入していくことになる。時代は昭和から成果へと移り、 図書隊は激化する検閲や、その賛同団体の襲撃によって防衛力を増す。それに伴い、拡大解釈的に、両家法を運用し、権政を強める、メディア両家委員会との対立は、激化の一途をたどっていた。時を、同じくして生二26年、2014年10月4日、高校3年生の育は、ある一人の図書隊員に、検閲の窮地から救われる。 幼少時代からの大好きな本を守ってくれた図書隊員との出会いをきっかけに、イクは彼を王子様としたい。自分も彼のように理不尽な検閲から本を守りたいという強い思いを胸に図書隊の道を歩み始めた。そして、メディア量解法成立から30年を経た、生三31年、2019年、イクは自身の夢である、 念願の図書隊へと入隊を果たしたが、指導教官である土のうやは、幾が目指した憧れの図書隊員とは、正反対の鬼教官だった。男性隊員にも引けを取らない高い身体能力が、取り柄の幾は、顔も名前もわからない王子様を慕って、人一,一倍過酷な訓練をこなしていく。一方、道場は、5年前に、自らの独断が起こした、ある事件を重く受け止めていた。 やがて、幾は賢明な努力と姿勢が認められ、全国初の女性隊員として、図書特殊部隊に配属される。そして、同情のもとで、幾多の困難な事件、戦いに対じしながら、仲間と共に助け合い、成長していくこととなる。本作品の執筆は、2004年11月頃、図書館の自由に関する宣言を見たことが、きっかけとなった。 有川博士の夫が図書館に掲示されている宣言文を紹介したためで興味を持った有川は担当編集者に次回作のテーマとして提案した。そして図書館の自由に関する宣言が一番ありえない状況で適用されたらどうなるかを考えた結果として完成したのが図書戦争シリーズである。この宣言文の引用は小説発表後に論議を読んだ。 これまで執筆した作品、自衛隊三部作同様に、ミリタリー SF、恋愛要素が多い一方、主人公に男性ではなく初の女性を据えるなどの相違点も見られる。なお、本作を執筆するにあたり、主人公を女性にすることが当時の担当編集者から出された唯一の条件であった。本作は有川が、 初めて企画構想段階からシリーズ化を予定していた作品であるが当初は3巻で完結する構想だった。メディアワークス側の要請で全4巻となり、さらに漫画化、アニメ化、実写化といったメディアミックスや外伝小説、別冊図書館戦争シリーズ、新庁舎とのコラボレーションによるスピンオフ小説、レインツリーの国へと発展。ベストセラーを遂げ、本シリーズは 有川の最長作品にして代表作となった。設定に関する説明は、特に断りのない限り、原作小説の設定あるいは、派生作品、概念小説、漫画版、アニメ版、実写版と共通するものである。1988年に発足したメディア了解委員会による検閲に抵抗するため、それまでの図書館法然参照を基礎に、 図書館の自由に関する宣言の主要詳細を付け加える形で改定された新たな図書館法、図書館の武装化根拠法となっている。この図書館の自由に関する宣言は実在の宣言文の主文から一部改変して引用されており、作中でも多く登場している。全4章、34章で構成、運用詳細はメディア量化法と、 同じく思考例で随時補われる。図書館が図書館法第四章、通称図書館の自由法を根拠として成火16年、2004年に設立した独自の防衛組織。シンボルマークは、カミツレ、カモミールの花と本を組み合わせたもの。カミツは口述の日野の,の悪夢において命を落とした稲見夫人が好んだ花であり、花言葉は苦難の中の力。 全国10地区に図書大基地を設置している。国家機関である、両家特務機関に対抗するため、広域地方行政機関としての性質を持ち、独自の人事、予算管理を行う。これは、中小都市における公共図書館の運営、通称、中小レポートにより立国会図書館以外の全図書館が地方自治体に属し、中央組織が存在しないためだが、 よって資金面の課題も存在する。両家法の施行以来公共図書館の役割は急激に増し、各自治体では目的税として図書館税が導入されていった。当初の体制は拳銃を装備した警備隊程度のものだったが、日野の,の悪夢等に見られる両家法賛同団体によるテロや両家特務機関の威力的検閲のエスカレートに伴い防弾衣や軍用銃などが生いびれ、 図書体制度確立と防衛力強化が進むこととなった。図書体及び、両家特務機関は長方期的解釈により、戦闘行為を行っても、第三者の生存権や財産権を侵さない限りは、たとえ死傷者が出たとしても司法が介入することはない。公戦規定上、市街地等での発砲権はなく、図書体の図書館施設外における武装には、申請が必要である。 本来互いを殺傷する目的での抗戦は禁止されており、弾薬は弱装弾が使用される。戦士防衛の図書隊だが、抗争が激化する現在、実戦経験では、警察は愚か自衛隊をもしのぐとされる、より危険度の高い職業となっているのが実情である。従来の日本国内の機関と異なり、映像化、漫画化の際の霊式基準では、敬礼は、 挙手注目による敬礼とされる。なお、テレビやに名版においては、図書隊の敬礼時に、左手での挙手が行われている。図書隊は、以下のように、全国10区に区分され、各基地が、機動的に対応する。所属人員数は、総計約3万人。本作の舞台は、このうちの関東図書隊である。昇進は三等図書生までが試験と、効果。 以降は効果のみの査定。試験は半年に一度行われる。現在図書市長から三等図書生への承認は、市長までを一定期間勤めていないと受験資格である部長の推薦もらえず、推薦をもらった最初の年の試験で承認することは初年度承認と呼ばれる。業務部は真面目なだけでなく、積極的なイベント提案などの勤務態度が効果の加点につながる。 防衛部は、取物の検挙率や構想、攻防戦での活躍のほか、あらゆる重要な任務での多大な実績が、効果の加点の対象になる。階級賞のデザインに用いられている紙連れの花は、日野の悪夢で亡くなった稲峰夫人が好んでいたもので、ある。稲峰は、階級賞を決める際に、衣装に紙連れを入れることを考案した。花言葉は、苦難の中の力。作中では、 育と同情に大きな影響を与える重要な花となる。1988年に日本で制定された青少年に悪影響を与える有害情報や人権を侵害したり公助領族を乱す表現を取り締まるための法律。実質的検閲の合法化といえる、興味本位の過激なイエロージャーナリズムによる報道被害が 社会問題化していたという現実の昭和末期と同様の状況に加え、スキャンダルを追いかけることに地道を上げるあまりマスメディアが持つ権力監視機能が機能していなかったことと国民の政治への無関心が本来なら成立するはずのないこの法律を成立させたせにある。この法律に基づき法務省アニメ版では司法省の下部組織としてメディア了解委員会が発足した。 その運用に外部機関による監査などの制度は設けられておらず、メディア了解法並びにメディア了解委員会を批判する報道を取り締まるなど、不当な行使が可能な点も問題とされる。アニメ版ではさらに、マスメディアがメディア了解委員会側の主張を正当化し、図書体側を抽象する等の変更報道を行っており、公正な報道を逆に歪める結果となっている。このことからも、 立法の趣旨を逸脱し、全体主義的な抑散体制を強化するような変質を遂げている。メディア量解法の施行に伴って設立された法務省の下部組織。各都道府県に大執行機関となる量解特務機関、メディア量解体を設置し、公場領族を乱す、あらゆるメディアに対する取締りを。その内容は、小売店に対しては入荷物の検閲、版元には、 流通差し止め命令、マスコミには放送禁止、訂正命令、インターネット上ではプロバイダーへの削除命令など、多岐にわたり、事実上の言論統制となっている。これによって、書籍の価格も、法施行前より10倍から数十倍ほどに高騰した。財産権の侵害になりうる個人の所有物にあたる、物品は、基本的に対象外だが、解釈の余地の広い検閲基準は、 随時最速や思考例で補われる。取締りに抵抗する者に対しては、武力の行使が正当化されており、その裁量権は執行機関に委ねられるという極めて恣意的なものでる。作中において、メディア了解委員会側の視点による正義は、一切語られることがない。図書館法により検閲に抵抗する、図書体とは対立関係にある。メディア領解体による、 検閲権の執行に際しては、大執行宣言の通達と、周辺道路の交通規制等がなされる。図書体と、同じく島一での発砲権はないが、アニメ版では、小牧の左足を負傷させる、構想の終了間際に、児童館に侵入した子供に威嚇目的で、発砲するなどの不祥事も見られる。しかし、両解委員会側はそのことを不問に付しており、小牧曰く、あいつら、 メディア了解委員会にとって率は守るためじゃなく、上手に破るためにある。了解体の正式装備は、日本警察のような紺の制服あるいは、警察の特殊部隊のような戦闘服に、MP5 サブマシンガンと狙撃銃等を装備する、アニメ版では、制服は、演示色に、ナチス突撃隊風のスタイルにっている。メディア了解法を支持する、政治団体で、誘拐。 脅迫等の犯罪行為も厭わない過激派集団。稲峰とカオルを誘拐し、メディア了解委員会側に不利益な証拠となりうる収集図書の破棄を強要するほか、実写映画版では組織の幹部が日野の悪夢の首謀者と同じ装飾品を身につけており、同一人物であると思わせる描写がなされた。小説中では、了解特務機関との関係性も不明瞭だったが、実写映画では明確に、 両家特務機関の指示で活動している。聖火11年、1999年2月7日、メディア了解委員会に同調する政治結社が当時公共図書館としてシンボル的存在であった日野市立図書館を襲撃した事件。館長を務めていた稲峰は右足を失う重傷を負い、稲峰の妻を含め12人の死者を出した上、 図書館の蔵書も一冊を除き全損するなど、未曾有の大惨事となった。被害が拡大した原因として、図書体制度が確立されていなかったために、周辺図書館との連携が遅れたことや、警察の介入が大幅に遅れたことなどが挙げられる。講談の理由や襲撃犯が、軍用銃等で、重武装していた点から、陰で、了解委員会が糸を引いていたのではないかという噂が、 今なお耐えない。両会委員会側はこの噂を否定している。実行犯は逮捕されたものの、後の捜査が不自然に打ち切られたことに何らかの圧力が働いたとの見方が強く、図書隊と警察機関との亀裂が深まる結果とな。これ以降図書隊は稲峰を中心に本格的な防衛力を備え、両家特務機関との抗争は、重火器などを伴うより激しいものへとなっていった。 作品世界では1989年の改元において昭和に続く元号は平成ではなく聖火となっている。よって物語開始時点の西暦2019年は聖火31年である。聖火は実際に昭和の次の元号として平成、終分とともに最終候補とされたものである。これについては平成改元を参照。 声はアニメ版の声優。縁は実写作品の俳優。年齢は図書館戦争冒頭の笠原香織入隊時基準。原作登場順に従い、アニメ、漫画版のみの人物は末尾に記載。別冊図書館戦争。別冊と書館戦争シリーズは図書館戦争シリーズのスピンオフ小説。全2巻。それぞれ図書館革命の 最終話からエピローグまでの空白を埋める愛、その後を描いた E で構成されている。また一部登場人物の過去も描かれている。図書館戦争シリーズとは違い、主人公らの恋愛にかなり重きを置いているため、愛の宣伝体などにおいては、恋愛成分が苦手な方は購入を控えてくださいといった趣旨の文が掲げられている。また、E では回想シーン以外に、 メディア両家帯が登場しない。本編全員4巻、別冊、全2巻の、全6巻。2006年から2008年にかけて、ハードカバー版が発売され、2011年には、文庫版が発売された。アスキーメディアワークス、旧メディアワークスより観光。角川文庫より観光。文庫版は、ハードカバー版の内容に、アニメ版。 DVD 初回特典として書き下ろされた短編の再録という構成になっている。DVD は前後間であり、文庫との数は合わないため、文庫のための短編が一編のみ書き下ろされている。劇場アニメーションで、木の国や書店とタイアップを行い、図書館戦争、図書館内乱、図書館危機、図書館革命の各館で、木の国や書店の店舗をバックに、 キャラクターのイラストが枯れたコラボカバー仕様の文庫が数量限定で発売された。白戦車、花と夢コミックスより観光。著者は弓黄色。幾の成長と恋愛部分に主軸を置いた作品となっている。だら市場にて連載されている。2015年2月号で図書館革命までを原作とする本編の連載は一旦最終回を迎えたが、 ララ2015年5月号より、スピンオフ作品である、別冊図書館戦争、愛及び、別冊図書館戦争、E を原作とする別冊編が連載中。アスキーメディアワークス、旧メディアワークスより刊行。著者は、フルトリ鳥やよい。幾の熱血ぶりに主軸を置いた作品となっている。月刊コミック電撃大王で連載されていたが、単行本一巻発売後から、 作者の健康上の問題を理由に、長期救済が続いた末に、2010年3月号にて連載中断を発表。そのため未完となっている。角川書店より観光、劇場版アニメ公開記念に出版された特集本、有川博士の書き下ろし小説、隙間シーズンも掲載されているが、内容は、図書館戦争とは無関係。文庫発売時に、 有川博士と交友がある演劇集団キャラメルボックスとコラボした PV が作成され文庫版サイトにて公開されている。ストーリーはオリジナルとなっており、脚本を有川博士が担当している。図書館戦争、図書館戦争のタイトルで2008年4月から6月、一部地域では7月まで富士テレビののいたみなたで放送された。 これまで漫画原作が主だったノイタミナにおいて、初の小説原作の作品となる。全十2話。また、DVD 第3巻には、テレビ未放送1話が収録されている、レンタル版は、未収録。ジャケットは、キャラクターデザインの中村悟の描き下ろしで、初回限定版の特典として、第1巻には、別冊付録、DVD スペシャルブックレット、また全巻に、 原作者である、有川博の書き下ろし短編並び、コミック版、ラブオー作者である、弓黄色による短編小説に関連する4コマ漫画が一編、収録された DVD スペシャルストーリーズが付属する。発売元は、アスミックエース、図書館戦争革命の翼、図書館戦争革命の翼のタイトルで2012年6月16日に公開された。 アニメ制作会社、監督、キャラ原案など、メインスタッフは、テレビ版のそれを受け継ぐ。これに先立ち、2011年6月刊行の角川、文庫折込み広告や2011年7月23日に発売された、別冊図書館戦争愛文庫版付属の帯などで、劇場用アニメーションの企画進行中と、発表されている。作品名正式発表は2012年2月。 全国30スクリーンという小規模公開ながら2012年6月16、17日の初日2日間で公衆算910万3600円動員2万5614人になり映画観客動員ランキング工業通信社調べで初登場第10位を記録たアニメート TV と音トで配信されたウェブラジオアニメート TV では 木曜日に、音船では、金曜日に配信された。各週で、男子寮と女子寮が交互に配信され、両ラジオ共通でゲームを行ったりもした。配信日は、アニメート TV の日時、実写映像化され、TBS テレビと角川書店、角川、配給の東方を中心とする制作委員会により、2013年から2015年までに、映画、 テレビドラマ計算作が発表された。主演は岡田純一と栄倉奈々。監督は佐藤信介。脚本は野木明子。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。